雷ゲームス。どんな感じになるかな。分かっちゃうしょうだ。分かった。まあそこで見てよ。あれ、真っ暗だな。トール、カンナちゃん、エルモ、ルクアさん、みんないるの？はーい、小林さん。トールはいつも小林さんのおそばにいますよ。暗いけど小林のこと見える。私たちは暗くても問題ないが、小林さんは明かりがないと見えないだろうな。そうだね。じゃあ明るくするよ。ルコーさん、ありがとう。これで見えるようにって、トール、説明してもらってもいい？私もまだよく分かっていないのですが、おそらくここはパフニールさんのパソコンの中みたいですね。ああ、なんだ、パソコンの中か。って、余計わからなくなった。ルクアさん、どうなってるの？トール君の言った通りかな。さっき、タキヤ君の部屋に入った時に感じたけど、かなり強い呪いが溜まっていたみたいだから。理由はわからないけど、呪いが暴走して、中に取り込まれちゃったみたいだね。なるほど。わからないけど、わかりました。小林さん、なんでルコアさんが言うと信じるんですか？私の方が先に同じこと言っているじゃないですか。信頼度の差だな。トール様、残念。というわけで、パフニールさんの呪いのパソコンに閉じ込められてしまった対策会議を開催します。うん、まあ突っ込みたいことはいろいろあるけど、それでどうすれば呪いを解いて外に出られるの？なんか変わった呪いだから、僕もはっきりとはわからないけど。なるほど。呪いの源ということは、このパソコンの中に強い呪いが感じられる場所があるということだな。うん。バフニール君が熱心に遊んでいたゲームを成仏っていうか、この場合はクリアかな、押していけば呪いの効力が弱くなっていくと思うよ。要は全部ぶっ飛ばせばいいんですね。待っていてください、小林さん。すぐに消し積みに。トール、ダメだ。破壊じゃなくてクリアしないと。破壊したら二度と外に出られないかもしれないし、ハフスさんのパソコンが壊れたら後が怖い。なんだか面倒ですが、まあいいです。要するにゲームの中に出てくるやつを全部倒せばいいんですよね。どの道一緒です。やれやれ、トールに任せるのは危ないな。小林さん、安心してくれ。ああ。でも変だな、バフニール君の人は呪いの爪が甘い気がするけど。方針が決まったので会議は終了かな。トール、カンナちゃん、エルマ、悪いけど頼むね。任せてください、小林さん。見せたいものがあるから家にみんなで来てほしいってメールで誘われたから、わざわざみんなでタキヤ君の部屋に来てみれば。まさかこんなことになるとはね。肝心のタキヤ君はいなかったし。そういえばパフニールさんは今日は秋葉原でイベントの行列に並ぶと言ってましたから、タキヤさんも一緒にいるかもしれないですね。タキヤ君もファフスさんも休日を楽しんでいるな。一番この世界に馴染んでいるのはファフニール君かもね。出かけているのならメールしたのを忘れているのかな。みんなおしゃべりもいいが、いくつのゲームをクリアしないといけないかわからないから、早く始めるぞ。早く遊びたい。了解。最初にクリアを目指すのはこのゲームだね。どこから進めるか悩みどころだね。フィーネファンタジーか。前にタキヤ君が遊んでいるのを見たな。このゲームはやりやすそうですね。懐かしいです。トール、
遊んだことあるの？ありませんよ。でも向こうの世界の雰囲気も似ていますから、昔と同じようにすればいいだけです。要は全部壊すって言いたいんだろう。これだから混沌勢は。間違っているけど間違ってはいないか。トール様、ファイト。はいはい、小林さんは僕が守ってるから、みんな頑張れ。Alright, what's good YouTube? We're back again for another game stream, and right now I have my mic off because my daughter's in the background watching her baby shark. So without further ado, let's get this game started. また私に任せろ。向こうさん、このフィーネファンタジーってゲームはどんな内容なの？これは剣と魔法の大冒険だね。ちょうど敵に攻められている最中みたいだよ。おい、見ろトール、頭がついてないぞ。手に頭を持っているし、あれはどうなっているんだ？あれはデュラハンってモンスターだね。ゲームだと定番といえば定番かな。打天使の翼までついて、なんだか設定盛りすぎだね。かっこいい。デュラハンなメイドというのはありかな。小林さん、お疲れですか？待っててください、すぐに終わらせます。まだ先は長いからね。呪いもどうなるかわからないし、早く倒した方がいいかもね。ちょっと待て、奴はどうやってご飯を食べるんだ？いい加減食べ物から離れてください。エルマ、みんな見てください。Thank you.
とりあえずクリアはできたから次かな。小林さん、ちゃんと私の活躍を見ててくれましたか？うん、3人とも上手だったね。安心して戦っているのを見ていられたよ。どうだろう、小林もゲームする？私は人間だから空飛んだりはできないよ。待てよ、もしかしてゲームの世界だから私も強くなったりしているとか？残念だけど、みんな普段と変わっていないみたいだから、小林さんの運動不足もそのままだと思うよ。やっぱりそうか。戦うのは私に任せてください。次もバーッと蹴散らしてきますから。どこから進めるか悩みど。シュガーアスレチックじゃないですか。以前カンナと遊んだことありますよ。甘々でポップなゲームだな。タキヤ君とファフニール君が可愛い系のゲームをしているのはちょっと意外だね。知っているゲームならクリアも簡単そうだな。クリアできたのか？低俗な人間が作ったゲームは私には合いませんね。私には小林さんにご奉仕するという大切な役目もありますから。つまりクリアできなかった。テトール様下手、私の勝ち。あれくらいで勝ったと思わないでください。今ここでリベンジします。はいはい、落ち着いて。でもトールが遊んだことあるなら今回は楽勝かな。任せてください。小林さん、何しているんですか二人とも。早く行きますよ。長老ゴン、私頑張る。シュガーアスレチックってゲーム、ルコーさんも知ってます？これは子供たちに大人気だね。スライムがプルプルって揺れて可愛いね。シュレット、ここでもなんだ。これはお店か。これからアップも楽しいね。アクスタの気持ちも少しわかるな。世界には本物がいたの？いましたけど、なんとめちゃめちゃしていて、寝ているといつの間にか登ってきて体がベタついたり。さあさあ、おしゃべりはそのくらいにして、頑張って倒してきておくれよ。ああ、みんな頑張ってね。私は後ろで応援してるよ。
かクリアできたみたいだね。小賢しく動き回ろうとドラゴンの敵ではありません。そういえばこれってゲームオーバーになったらどうなるのかな。多分バグとして排除されるんじゃないかな。場合によってはそのまま電子の海に飲み込まれたり。マジか。大丈夫ですよ。万が一にもゲームごときに不覚を取る私ではありませんから。さっき何も考えずに突っ込んで危なかったのは誰だ。そう、食べ物アイテムを見つけてよそ見していたドラゴンなら知ってますけど。二人ともいがみ合わない。みんなで協力してクリアしていこう。小林、私のこと褒めて。無理しないようにね。なかなか変わっゴシックナイトメアってゲームみたいだね。血みどろの冒険。人間は変わっていますね。骨やただの布を怖がったりする理由がわからないです。まあそう言われるとそうなんだけど、得体の知れないものは怖く感じたりするからね。それならなんでホラーというものを作るのだ。怖いならない方がいいだろう。怖いのは嫌だけど怖がりたいのかな。説明が難しいな。大丈夫です。要は全部ぶっ飛ばせばいいってことですね。小林さんには怖い思いなんて絶対にさせませんから。安心。私頑張る。ゴシックナイトメアね。私は知らないけど、ルカでも知ってますよ。迫力だね。黒くて目も光っててかっこいいな。小林さん、私の方が大きいしかっこいいですよ。張り合わなくていいって。あのサイズだと体力もありそうだし、倒すのは結構苦労しそうだね。我々にとってはあの程度大したことはないな。おお、頼もしいね。私がやるからエルマは下がっててください。トールこそ私の邪魔をされても困るからな。後ろで待っていろ。いいえ、ここは私が。いやいや、私が。トール様、エルマ様、また張り合ってる。みんな頑張ってね。私は後ろで応援してるよ。問題ない。ダメージしてください。
ず3個ほどゲームをクリアしたけど、何か変わった？呪いは弱くはなってきているが、まだ残っている。小林さん、そんなにトールのことを見つめてるんですか？いや、私はここにいるから。ここはゲームの世界なんだよね。他に誰かいるわけがないと思うんだけど。ルコアさんは何かわかります？まあわかるけど、まだ言わない方が楽しそうだし今。気になるじゃないですか。どうしました？こんな何か通った。そろそろ後半戦ってやつかな。タキオンブレイズだって。これは SF ってやつだね。人間たちが未来を想像して作った世界だから結構手強いかもよ。へえ、愚かで怠惰な人間にしてはそれなりに立派なものを作るんですね。いや、ゲームだから。ですが、自然がないのはいけませんね。自分たちで自らの首を絞めていることにも気がつかないなんて。いや、これゲームだから。ところで、SF って何の略なんだ？スーパーフードの略か？ SF、かっこいい。見ててください。タキオンブレイズ。さすがにこのゲームはルコアさんも知らないんじゃない？実はこれ、僕遊んだことあるんだ。バッキー君にクリアのコントローラーを渡されてね。おお、未来感あっていいね。結構好きかも。ボスでいいんですか？おお、言うね。おい、なんかパワーアップしたぞ。少しくらい強くなっても私の相手じゃないです。あれ、もう気がついちゃったのかな。どうしたの、トール？何かわかった？いえ、はっきりとはわからないので、まずはこいつを。おい、私を忘れるな。みんな
偉い。ポロポロ。何か空間が安定しないな。そうだね、呪いが干渉できるゲームが減っているから。それはまずいな。早く残りのゲームをクリアして、ここで残っているのはモンスタークライシスか。この巨大なモンスターたちを武器で襲ったり罠にかけたりして倒していくゲームみたいだね。ああ、よくやられましたね。逃げたふりをしてこちらを油断させて落とし穴に落とされたり。人間はどこの世界でも同じようなことを考えるのだな。ところでゲームはあとどのくらい残っている？これでパソコンに入っているゲームは全部だと思うけど、これをクリアしたら外に出られるのかな。クリアしてみればわかりますよ。サクッと倒してきますから待っていてくださいね。私も頑張る。うん、みんな頼むよ。同族を相手にするみたいでちょっと気が引けるな。私頑張る。モンスタークライシスは超有名だからルパさんも知ってるでしょ。どうしたの？やっぱりあなたでしたか。どうしてこんなことを？イルル。トール、どういうこと？今回私たちが呪いのパソコンに閉じ込められたのはイル。正解！やっぱりトール君は気がついていたか。楽しかったか？たくさん遊べて嬉しかっただろう。楽しいってやりすぎですよ。そんなことくらいわかるでしょう。待ってトール、何か様子がおかしい気がする。今は発情期じゃないと思いますけど。いや、そうじゃなくて、なんか変にテンション高いというか。もっともっと一緒に遊ぼう。どういう理由かは知らないが、まずは落ち着かせる必要があるようだな。私も力を貸そう。そうですね、
今は話をしても仕方なさそうですね。小林さん、少し手荒になりますけどいいですか？うん、仕方ないか。怪我させないようにお願いできる？はい、お任せください。みんな頑張ってね。私は後ろで応援してるよ。最高です。ラフニールさんの呪いの影響でしょうか。まったくだ。後で商店街の饅頭をおごってもらわないとな。小林、私も頑張った。みんなお疲れ様。あとはありがとう。イルル、どう？落ち着いた？最近みんな忙しくて遊んでくれないから、一人で街を歩いていたら呪いの気配がする場所があったんだ。呪いを利用してパソコンの中に入ったら面白かったから、みんなで遊ぼうと思って連絡したけど、呪いの方が強すぎてイルルの遊びたい気持ちが増幅されてしまったようですね。そっか。でもまあ全部終わったし。そうだね。あとは外に出られればそれで完了だね。やれやれ、これで一件落着ってことで。まだやりたいことがあるから。やりたいこと？小林さん、危ない、離れて。え、あれ、帰ってきたのかな。小林喜べ、願いを叶えてやったぞ。私の願い？なんだろう。確かにどこか落ち着く感じがあるけど。おぼろ塚商店街っぽいですが、何か違いますね。これは小林さんの記憶から再構築した仮想の街だね。ああ、だからやたらとメイド喫茶やらメイド衣装店が多いのか。なんかすっごい恥ずかしいな、これ。まったく、まだ落ち着いてないようですね。目を覚まさせるためにこんなものは消し飛ばして。トールの大切な小林の願望が詰まった街だぞ。大事にしないと悲しむぞ。なんて卑怯な。でも小林さん、なんでトールがたくさんいないんですか？トールだらけの七肉林が叶うんですよ。小林、エロい。この町は小林の妄想がたくさん入っているから、隅から隅まで見てやる。
通る。全力だ、全力で阻止しろ。お任せください。でも今後のために小林さんの妄想を見せてもらってからでもいいですか？ダメ。少しだけでも。ダメ。そこをなんとか。おい、さっさと行くぞ。見ててください。嬉しいけど嬉しくない。なるほど。なんとなく予想はしてました。ルコア様が二人。僕あんなかな。もっと胸大きいと思うんだけどな。小林が一番強いと思うものを作られたみたいだ。これに勝ったらすごいぞ。失敬だな。見た目が似ているだけで僕あんなに弱くないよ。まあ強くない方が都合がいいので。でもせめてこのくらいにはしてもらわないと。ちょっとルコアさん、戦うのは私たちなんですよ。まあまあ、ちょっとした遊びみたいなものだし。それともあの程度の僕にも勝てないのかな。おお、約束ですよ。じゃあ分かった、弱いルコア殿を倒すぞ。みんな、弱いルコアさんに負けるな。ルコア様、弱い。なんか引っかかる言い方だな。みんな頑張って。これ、本当は
負けちゃったの。エルマ様、いやー、まったね。小林、私偉い。だけだけど、ルコアさんに勝てたのは嬉しいですね。最高の気分だな。ああ、もっと強くしておけばよかったな。どう、イルル、もう満足できた？遊びたい時はいつでも言ってね。みんなイルルと遊ぶの好きだと思うよ。ありがとう。じゃあ今度こそここから脱出ですね。うん、みんな一緒に外に出よう。あっちに出口がある。さっき見つけたんだ。出口あんの？バックドアってやつかな。いやいや、セキュリティをハッキングしてとか。ねえ、ちなみにどんな出口なの？エンジニアとしてはちょっと興味を感じるんだけど。出口に Wi-Fi って書いてある。あー、なるほどね。って Wi-Fi 便利だな。小林さん、早く行きましょう。洗濯して夕飯の準備をしないといけないですから。夕飯いいな。小林、お腹すいたそうだね、今日はみんなうちでご飯食べよっか。いいですね、腕によりをかけて作りますよ。やっと出られましたね。タキヤの部屋ごちゃごちゃ。いやー、ゲームも楽しいけど、やっぱり私はリアルな世界の方が合ってるかな。ソウル、お前何をしているんだ？ゲームがどうなったのかを見ているんですよ。人のゲームを勝手に見るのは良くないよ、ソウル。まあ、パソコンに閉じ込められたからな。そのくらいはいいんじゃないか。やっぱり。ちょっと頑張りすぎちゃいましたね。レベルカウント、アイテムマックス、どのゲームもコンプリートになってます。どうですか小林さん。ゲームをやる手間が省けて、バフニール殿に感謝をされてしまうな。お礼はやはりお菓子を希望しよう。これはまずいな。ゲーマーってのは人にゲームを勝手に遊ばれるのをすごく嫌がるんだ。だって不可抗力ですよ。呪いで閉じ込められたのが原因ですから。直接バトルって感じ？今なら少しはいい勝負ができるかもしれないよ。トール、それやったらどうなる？そうですね、この星の4分の1くらいがなくなる程度で済むとは思います。やめろ！謝ろう。ダメか？いや、どうかな、話を聞いてもらえれば。待て、話し合おう。殺気だな。こんなにマガマガしいファフニール君は久しぶりに見るよ。感心している場合か。ファフニール様、怒ってる。こわ、やる気ですね。いいでしょ、じゃあ全力でいきますよ。Alright, that's the end of the game. I believe I got the A rating.I'm gonna try to finish it on hard or whatever. And if anything changes, I'll just record it and upload it.There's also a boss rush and another challenge where I'll fight Loku, whatever, however you pronounce her name, the girl with the jugs.Yes. As a matter of fact, after the credits, I'll play that to see. I just want to see what it is. But yeah, this game was dope. This is the A rating.I believe I got the C rating. I got the D rating. I haven't gotten a B rating or any. And I don't know if there's any other ratings. But like I said, I'm going to try to finish it on the hardest level. But I'm going to record it. But if there's any changes...then I will upload that to, of course, YouTube. And let's see what else I unlocked. Anyways, I'm going to go ahead and finish putting it on mute. And thank y'all for watching. This game was a lot of fun. It's dope. I really hope they add more levels and maybe, you know, more challenges.
くとするか。やめよう。戻ろうか。ゲームモードはどれがいい？やめとくね。 Alright, so this is what I was talking about, the Lukoa challenge. A boss rush, I'll probably do that separate and upload it. There's also a collection. Nice kinky stuff going on here. Treasure.どこの秘宝を見に行くの？新しい秘宝があるみたいだね。新しい秘宝があるみたいだね。新しい秘宝があるみたいだね。But like I said, I'm gonna play on the hardest difficulty level. みんなのも楽しそうだ。新しく解放された絵があるみたいだよ。コレクションも楽しそう。見に行こうかな。誰の情報が見たいのかな？戻ろうか。やめておくよ。Anyways, let's try this little challenge right quick. さあ、僕と遊ぼうよ。決めたよ。見ててください。よし、楽しんで。Okay, so I guess she's just gonna be doing different things. This is pretty dope. And she'll switch it up.Try to hit her, but like, let me do my mic again. さあ、頑張ってね。はい、ご褒美だよ。
So that's what Lakoa's challenge is. So I'm gonna go ahead and stop it and upload it. I mean, this game, the story is dope and the game is just awesome. So thanks for watching. Later, man.